皆さんこんにちは、上田いぎ社員の長岡です。本日はこちら7月2日土曜日から上映の親の名画と優しい泥棒を紹介します。1961年にロンドンナショナルギャラリーから親の名画ウェリントン公爵が盗まれるという実際に起きた事件をもとに作られた本作。この前代未聞の事件を引き起こしたのは60歳のタクシー運転手でした。彼は盗んだ絵画の身代金を孤独な高齢者たちの公共放送の受信料を肩代わりしようと企てます。名画で世界を救おうとした男が人々に優しく寄り添う姿を描く爽やかな感動作となっております。ぜひ上田いぎのスクリーンでご覧ください。皆様のご来場お待ちしております。